南海ウイングバス南部株式会社は、大阪府南西部を営業エリアとするバス会社、南海バスの100%出資市会社で、大阪府南西部の仙南地域と泉市の一部地域の路線を、当時バス路線を直営運行していた南海電鉄本体の旧仙南営業所から移管されて、同社の営業エリアとしていた。しかし、不採算路線もかなり多く、三崎町内の路線を、 中日臨海バスに移管するなど、南海バス本体と比べると経営環境は非常に厳しいところがある。そのために南海バス本体との収益面での格差が年々拡大しつつある。その後、南海バスから旧岸和田営業所の移管を受け、営業エリアを拡大。現在は周辺自治体によるコミュニティバス路線や和歌山東京間の高速バス路線も担当する。 路線バスのほぼ全路線で南海バスカード、スルッと関西カードが利用されていたが、スルッと関西協議会による利用終了の決定を受け、平成30年1月31日の最終バスを持って終了となった。他の南海バスのグループ会社と同様に、ピタッパ、ナッチが利用可能である。2014年4月より一般路線バスにおいてバス停、ナンバリング制度が導入された。 南海バス本体では、未導入であり、同社春木川線と路線が重なっている東が、岡線の味方地泉中央駅間は、路線図、放送のみで、バス停には記載されていない。所在地、泉佐野市姫の5619番地に所在地、岸和田市別所町1丁目1番1号所在地、岸和田市内畑3384番地の位置、詳しくは、 岸和田営業所を参照。2015年12月5日に本社営業所に業務が移管された。なお跡地は引き続き待機場として使用している。現在、日野自動車制と三菱不走制が在籍している。バス車両は長らく南海バスから移管された車両がほとんどであったが2004年に新車を2台購入した。車種は大型車から小型車までバラエティに富んでいる。路線車両は 中型車での運用が多く、最も多く配属している。行き先表示器の LED 化も進んでおり、大型路線車については2013年3月に LED 化が完了するとともに、大、中型路線車の低床化も完了した。なお、自宅コミュニティバス用車両として、専用塗装車も配備されている。過去には、初代を取りシャトル用の車両や混合コミュニティ用の車両も在籍していた。 高速バス用車両は、本社営業所にサザンクロス塗装のイスズ、ガーラ h d と三菱塗装、エアロバスが、貸切バス用車両は、南海バスから移籍した、中高高速バス塗装の三菱塗装、エアロバス、自社発注の日のレインボーと日乗り s ツ2が在籍する。また、路線車にも貸切登録をした車両が在籍しており、該当車両には、 貸し切りバス事業者安全性評価認定制度、認定ステッカーが重複されている。2016年4月の IC カードシステム導入までは、運賃箱が南海バス標準の自動係数式ではなく、小田原機器製の一般的なベルト式、整理券のバーコード印刷もなかったが、IC カードシステム導入に合わせて南海バスと同一仕様の運賃箱が導入され、 整理券のバーコード印刷を開始した。ただ乗車口のカードリーダーは IC カードシステム導入前と同じである。ありがとうございます。